CD で。ありがとうございます。入っていきます。笑うとかじゃないよ。ちなみにですね、この中でルービックキューブ揃えれるよって方いらっしゃいますか？同業者以外でいないです。じゃあ自分でやります。今ですね、ルービックキューブこんな感じでガチャガチャやって揃えていくんですが、僕ですね結構真面目にルービックキューブやってるんで、1面ぐらいなら間もなく揃えます。皆さん拍手の準備だけお願いします。1面揃うタイミング今なんです。ありがとうございます。ありがとうございます。次です。次はなんと6面全部揃えます。6面全部揃えるので皆さん今の6倍の拍手ください。それではいきます。 OK、 いきます。スピードアップ。ここから指の動きちょっとだけ気持ち悪くなります。真面目にルービックキューブやってますんで、僕の自己ベストなんと29秒です。ただ今日ちょっと手のコンディションあんまりよろしくないので、40秒ぐらいで揃うかと思います。ガチャガチャやって適当にやってるように見えるんですが、めちゃめちゃ考えながら揃えてやってます。こうしてあげると今ですね、黄色い面が揃うんですよ。あとは上段を揃えてあげるだけです。いきます。この状態から間もなく6面揃いますので、皆さん拍手の準備だけお願いいたします。6倍の拍手です。6倍の拍手のタイミング、なんと今なんです。ありがとうございます。バラバラの状態、この状態から3秒です。ちょっとだけ待って、今から3秒後にすごいことします。完全無視されました。すいません、いきます。今このバラバラの状態、バラバラの状態、この状態から3秒です。いきます。ワン、ツー、スリーで皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ただですね、ただですね、何人かの方が腕組んで見てるんですよ。それ何が言いたいかっていうと、多分こう言いたいんだと思います。なんかお兄さん今両手で隠したり、ちょっとオーバーな動きしたんで、すり替えたりなんかしたんじゃないって言われます。なので今からもっとフェアにいきます。何をするかというと、今からなんと一切隠さず、しかも片手で3秒で揃えます。あれおかしいな、いつもだと皆さんこれそうおーって盛り上がるんですけど、一回やってもらってもいいですか？あ、まだです、もう一回います、すいません。今からなんと一切隠さず、しかも片手で3秒で揃えます。おー、ありがとうございます。意外と今日のお客さん反応あって嬉しいです。それではいきます。今バラバラの状態、バラバラの状態、まばたき厳禁、見るのここです。この場で振るだけ、振るだけで、なんとこのルービックキューブがワン、ツー、スリーで揃うんです。拍手をお願いいたします。ありがとうございます。なんとこれが待って待って待って、これ2本入りだよ。2本入り、油断した息をかけると曲がるっていうのを今からやっていきます。リアクションないんで一旦戻します。まっすぐな状態から始めます。皆さん、フォークが曲がったらこれです。大丈夫ですか？いきます。今まっすぐな状態のフォークに息をかけるとこれが曲がる。 OK、 もう一度いきます。一旦戻します。中にはですね、これ力でやってるっていう方がいらっしゃいますので、力じゃないことを証明していきます。どうするかっていうと、人差し指1本でいきます。見にくいんでちょっと前に近づいていきます。この状態で軽くこすってあげる、こすってあげるとこれが徐々に徐々にこれ曲がってきてるの分かります？分かります。これ中には目の錯覚っていう方いるんですが、さっきのと比べるとこれマジで曲がってるんですよ。まだなんか腕組んでる方いますね。大丈夫です。その方が言いたいこと何かっていうと、これマジシャンなら曲げて当然って意味わかんないことを言います。なので今から僕ではなく皆さんにこのフォークを曲げて、変な宗教みたいな出てくる、大丈夫ですか？すいません、ちゃんとやります。両手を前に出していきます。せーの。そうです、そのまま力を送り続けてください。そうするとフォークこれ徐々に曲がっていくんで、そのまま力を送ってぐーっと送ってあげると、どん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 フォーク曲がっていきます。ぐーっとどん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 これが曲がっていく。どのぐらい曲がったかっていうと、このぐらい曲がるんです。皆さん自分に拍手。曲がるんです。見づらい方は小指が立ったと思ってください。フォークの小指が立った状態です。どんどんいきます。これ本当に一切仕掛けはありません。先ほど調べてもらいましたですが、こうやって振ってあげるとやっぱり残りの歯も全てが曲がってしまうんです。ありがとうございます。あ、僕のあのマジック撮影全然 OK です。ただあの SNS だけはすいません、必ずアップしてください。函館マジシャンで、タグ付けしていただけると嬉しいです。ついでにあの Twitter やってる方、函館マジシャンで検索してフォローしてください。いいことあるかもしれません。どんどんやっていきます。こんな感じで1本曲げることもできます。息をかけて曲げれるということは戻すこともできます。やってみます。こうすると今こういう感じ、
見づらいという思いますので、手で表現しながらやっていきましょう。このような感じです。どんどんやっていきます。1本だけ曲げます。今この親指のところの1本です。これをどんどん限界まで曲げていきましょう。もう1回いきます。こうすると親指のところでさっきよりも曲がってます。もう1度いきます。こうすると完全に180度曲がってしまうんです。ただですね、フォークの刃も細いので力を入れれば当然力で元に戻すことができます。じゃあ今から力じゃできないことやっていきましょう。つまんでる1本よく見てください。この状態で念じるだけ。ありがとうございます。それすごい嬉しいです。お姉さん特別奇跡が起こるか。今度はフォークの刃が横に曲がってピースみたいな形になります。あとは首を横にねじってあげて、柄の部分をギュッと曲げると、なんと最後はめちゃめちゃかっこいいオブジェの完成です。拍手をお願いいたします。そしてお姉ちゃんリアクションいいからあげる。プレゼント。お兄さん、こっちを向いて動かないで。今何が起きたか説明します。カードの先端と先端が触れ合ったんですよ。でもう一度確認なんですが、先ほどお兄さんの状況を説明します。3分の1の確率でカッターの刃が両手に刺さります。もしこれ刺さんなかったら皆さん拍手お願いします。いきます。3、2、1。よし、残念なことにあと一つ潰さないとこのマジック終わりません。じゃあ子供信用できないんで、そこのイケメンのお兄さん、1番か2番どっちでもいいです。僕が握りつぶそうを選んでください。これ大丈夫ですか。もう一回状況説明します。2分の1の確率でカッターの刃が両手に刺さります。いきます。ちょっと怖いんで皆さんも一緒に3、2、1言ってもらっていいですか。いきます。3、2、1。そして大事なのは最後に残ったこれ、全部入ってないと言われると全然意味ないので確認します。最後に残った封筒を開けてみると、これなんとちゃんとカッターの刃が入ってるんです。皆さん拍手をお願いいたします。さあ以上で僕のマジックショー終わりなんですが、この後は皆さんが主役の番です。僕はここに帽子を置いて皆さんのことを待ってます。今日のイベントが楽しかった、僕のマジックが楽しかった、今後も、このイベントを続けてほしい、そう思っていただけた方、少しでもいいのでこちらの帽子の方に、皆さんお気持ちという投げ銭を